2個パックになってるんですけど、340g が2つ。で通常だとこれ、まあ、1袋が 340g なんですけど、でこれがですね、2つ入りましてね、なんと378円、税別ですけどね、税込みになると409円になるんですけど、1袋だと340g なんですね。 340g が278円って出てましたね。で278円、ちょっとまあ税別で計算していきますね。278円かける、2つだと、556円になるんですよね。通常556円がですね、378円というと、約178円安いんですよ。ということは178円安いという、人はこの1袋あたり2つ入って1袋あたり約180円ぐらいですね、安いということは、これを2つ買うと、これかける2ということで356円になるんですけど、厳密に言うと356円というになると、もうほぼこの3つ目がただっていう計算になるわけですね。378円ですから、これ1袋356円、これ2つパックを2つ買うとね、その1袋あたりその178円ぐらいの得をするので、これがね2つ買うと、これ1袋ってもうただに近くなるんで、ただに近いというか、これいくらになるかな、300378、今までのものとはね、これちゃんとね、こういうジップロックもついてるんですね、パッチンが、でこちらの方のですね、これこういう感じの容器になってます。非常にですね、これ小さいんです。これもう手のひらサイズです。これね、このボディーソープの袋ね、でかくて邪魔くさいんですけど、このでかくて邪魔くさいというか、内容量これ一緒なんですよね。こちらの方はね、このサイズで、ちゃんとその 340g って人大体の1袋あたりの量が入って、このサイズで、しかもこれ見えますかね、これこんなにね、こっちの方が見やすいかな、こんなにね小さくなっちゃうんですよ。もうワールドスター賞っていうのもらったみたいで、このエコエコパックかな、エコエコなんて書いてあった、エコエコエコ、あ、楽々エコパックっていうやつみたいなんですけど、これがですね、こんな小さくなって、はい、それではですね、今日ね、このボトルを買ってきてもらいました。こういうの なかったんですよね、家に。これにね、入れて実験したいと思いますね。袋のね、収納、あ、これ破ったからこっちにしようかな。この収納がですね、収納というか、包装がここまで、本当に小さくなるのかね、ちょっとやってみたいと思います。はい、じゃあちょっとやってみますね。はい。これをこうやってやって、はい、いきます。映ってますかね、綺麗に。この辺僕貧乏症なんで、これしっかりね最後まで出したいタイプなんですよ。これ口がほら、あ、なりますね。はい、皆さんこんな感じです。はい、あ、そっか、蓋をすればいいんですね。このまま垂れないように、はい、蓋ができます。はい、こんな感じに、はい、ここのね説明通りね、このぐらいになりますね。はい、非常に小さいです。